イトが椅子を持ち出していい先制攻撃かけましたね、はい、その勇気見上げたものがあります。この背中を早くもそのキッドがトップロープであります。ジョニー・スミスとのコンビネーション、ヘッドバットヘッドバットですね。自らよろけながらこのブッチャーの流血としてヘッドバットを打ってきました。今度は対角線、ジョニー・スミスの両の手を合わせたセカンドロープ、早くもぐったりしております。アブドール・ザ・ブッチャー、それにしましてもあのアンドレ・ザ・ジャイアントが出た後とはいえ、いやいやブッチャー、このキバラ2が揃いますとやリング狭いですね。本当にこの2人も今度は横に大きいですから ね、確かに。さあダブルのクロスラインを合わせました。さあそして今度はもう1回ヘッドバット、おそしてブッチャーの時の地獄好きだ、これを打っていったダイナマイトヒット、あーカウンターの地獄好き、ヘッドバットを狙うところ狙っておりましたアブドールのブッチャー。高橋さん、その横に広いこのブッチャー、そしてキバラ2、ああ地獄好き、このキッド・ジョニー・スミスはちょっと厄介な相手じゃないですかね。特にこの巨体に挟まれた時が怖いですね。皆さんね、次期シリーズはもう早い話なのか、世界最強タッグ決定リーグ戦、このさあブッチャー・キバラ2も、あーっと今のはショルダータックル、お腹を叩く、早くもダンスを始めているボツワナ共和国出身というこのキバラ2であります。水平チョップ、動きどうです高橋さん。悪くないですね。スピードがありますね。ありますね。キバラ1と比べて高橋さん、もう一回見ましょう。ダーン、これは素晴らしい、キック、あ驚いた、163キロであります。さすがブッチャーが目をつけただけのことありますね。あ驚きましたね高橋さん。最強タッグの話を仕掛けたんですが、これもしかすると乗り込んでくるかもしれませんね。これは有力候補になってきましたね、はい、そして高橋さん、いい先制攻撃を見せたスミス、それからキッドにとりましてもこれは試金石ですよね、出れるかどうかの。そういうことですね、はい、さあ今度はスミスが捕まってしまいました。アブドールザブッチャーとの連携はどうでしょうか。タッグを組むのはこの2人、今日が初めてと言います。コンビネーション高橋さんどうですか。やっぱりそのブッチャーのリードがうまいせいかですね、非常にいいチームワークになってますね、はい、ああなるほど。さあアブドールザブッチャーであります。さあうわっと打った、アブドールザブッチャー、24時間後はババとタッグを組みましてハンセン・アンドレ組と対決が決まっております。あーっとまた地獄すぎ、武井さん、ババ選手とはね、あー仲間ではないでしょうかね、まあ、ブッチャー自身はですね、絶対それはないと言ってるんですけどね、それも試合展開いかんでしょうね、ドラアタックであります。何しろババ選手とは20年の因縁があります。明日後楽園でババ選手と初めてのタッグを組む予定であります。アブドールザブッチャー今エプロンに下がりました。大きな目、相手を見せている、そのブッチャーが失礼できたキバラ2であります。さあロープに振る、26歳という自称を言っているかどうか、ベアハックだ武井さん、確かにこの筋肉動き若さを感じますよね。そうですね、やっぱりその、ちょっと年齢が非常に分かりにくいんですけどね、はい、やっぱり肉体は若いと思いますね。デビュー4年、早くもアメリカでトップヒールの座を取っておりますこのキバラ2であります。デビューはジョージア。さあ片やカルガリコンビ、ちょっと姿勢に回りました。開始5分はこの構成を取っていったんですが、攻守入れ替わりました。ベアハックになります。ベアハックどうですか高橋さん、入り方いい決め方をしてますね。いい決め方ですか。さすがにブッチャーが掘り込んだ、そういう一切であります。ジャイアントキバラ2、うまい具合に高橋さん、ここまでは巨体とパワーを生かしてますね。生かしてますね、はい、7番をする、さあ上がりますかね、連携上げますね、163キロを投げました。ダブルのブレンバスターであります。そしてヘッドバット、竹内さん、今5分が経過しましたが、2人がこの巨体とパワーでしたら、キッドは今見せたこの合体プレー、あっとラリアット、職人打っていった、もう1回チョップレー、いいバット折れた。ならばやはりこの機関銃のように今みたいな攻めでしょうね、キッド速射砲でしょうね。さあ今度はブッチャーであります。高橋さん、この2人は世界最高タッグ決定リーグでありますね、対戦が札幌大会でですね、はい、キッド・スミスがブッチャー新組を破ったことがありましたね。ああそうですか。さあしかしブッチャーもこの差し物、この流血の球で、さあダイナマキッドの死体を逆に割ろうというのか、アブドールザ・ブッチャーであります。高橋さん、キッドこのスミスにとりましてはね、小橋エースがアジアタックへついた、まあ、その先ほどタックのお話をさっきしましたけども、アジアのチャンスでもあるんですね。そういう部分も出てきますからね、やっぱここは頑張りどころなんですよね、はい、アジアチャンピオンになれば、タッグチャンピオンになればキッドは初めてでありますが、どうでしょうか。狙っている、おっと喉ではなくて額を打った、アブドールでブッチャー切れましたね、切れましたか。あキッド流血か、キッド流血、キッド流血、ユニオンジャックが血に染まるか、
そこへもう一回地獄突き。どうもあのバンテージはなんか狂気のような感じしますね。あの額の部分へこうあの地獄突きを打っていくというのはそう珍しいことではないんですか。そうでもないですけどね。ただ普通では切れるということはないですからね、何かやっぱりあのバンテージの中にですね狂気でも入ってないということで ああいう切れ方はしないですね。そうですか、なるほど。その辺アブドールのブッチャー、このライムシに来れているのかもしれません。さあキッドコールだ。ジャイアントキバラもこうする。いいタックワークだ。ヘッドバットを打っていくジャイアントキバラであります。キバラ2。さあ今度は噛みつきであります。噛みつき、竹内さん、まるでこのブッチャーのこの指令通りに、あっと動きだ。キー一つ返しました。キッドこのキバラが一つ一つ指令通りに動いている、そんな感じを受けるんですが、ブッチャーと全く同じリズムを持ってますよね。それがいいコンビネーションを醸し出しているのかもしれません。さあ正面からのドラッグはジョニー・スミスだ。さあ速い動きに持っていきたい、速い動きに持っていきたい。さあ速射砲行くか、ラリアット。キッドもスミスもこのラリアットをよく見せています。そして何発も打ち込んでいきます。今度はボディだ。しかしこの人も高橋さん、地獄突き使いそうですか。さてどうでしょうね。今ちょっと下から突き上げるような感じですか。あネックブレイク、とんでもないもの出してきましたね。驚いた、ジャイアントババカ驚いた。フライングボディーソーセージ、フライングソーセージ、危ない。ヒット絶妙のカットを見せましたが、背後からアブドールがブッチャー、さっきの場外戦のお返しに来そうだぞ。いや違う、この辺はおブッチャー冷静だ。エルボーを狙っている、エルボーを狙っている。その前にタッチを行った、落ち着いている、驚いた、走った、飛んだ、ブッチャー、エルボー、スミスパンチ消すがきっと間に合わない。開幕戦から毒針、エルボードラップが爆発いたしました。8分ちょっとの勝負であります。アブドールダブッチャー、そして初来日ジャイアントキバラ2、開幕戦を受け取っております。8分13秒の勝利でした。竹内さん、初来日のキバラ2、それからアブドールダブッチャー、力のほど、空手のパフォーマンス、ちょっと分析してください。これはですね、おそらく彼らチームとしてのまだ力はね 70% ぐらいしか出してないと思うんですよ、はい、それでこの勝利ですからね、これがやっぱり慣れてきてさらに合体が強くなったらどんなチームになってきますかね。なるほどね。一度は世界タッグに挑んだこともあるこのダイナマイトキッドを流血、そしてこのキッドスミスは決してこの小柄ではありますがね、幾多のヘビー級コンビを苦しめてきたチームですからね。それをパーフェクトなホール勝ちですからね。驚きました。開幕戦このシリーズ不運を呼びそうであります。ブッチャー、キバラ2、2人のコンビネーション驚きました。このシリーズどうぞご注目いただきたいと思います。アブドールザ・ブッチャー8分13秒、キッド組を破った一戦でした。